はい、でねね、ちょっとコップに移します。えい、はい、お酒を飲んでおります。なんかさっきはキレートレモンのキレートレモンさんのお酒が出たので、それを1本飲みまして、今2本目、本搾りさん飲んでます。なんかぶどうとリンゴのやつが出ていたので、ちょっと飲みたいなと思いまして。はい、皆さんもご用意ください。グラスに何でもいい、ジュースでもお水でもご用意ください。はい、できましたか？用意できた？じゃあちょっと待ってあげる、ちょっとだけ待ってあげるね。はい、それは2本目、果汁 60% 贅沢って、すごい。だってアルコールが 4% だからそんな強くないです。 OK、 できた？いくよ。今日も一日お疲れ様でした。乾杯、イエーイ、乾杯。うん、おー、リンゴジュースだ。なんかすごいリンゴがめちゃくちゃ強いです。リンゴがすごい強い気がする。ぶどうがあんまり感じないな。そのうち感じるのかな。うん、わかんない。はい、ということでそう、今日これね、ちょっとね、でやりたいことがあって、あ、前髪かわいいって、エリシ、ありがとう。さ、髪の毛切りました。あ、切ってないですあの、色を染めました。ちょっとね、分かりづらいかもしれないんですけど、明るくしました。少しだけ明るくして、で、前髪をちょっとこっちに流す感じに切っていただきました。そう、流し眉毛じゃない前髪、そう、ちょっとこんな感じで、ちょっと髪の毛をセミロングぐらいまで伸ばそうかと思っておりまして、そのうちここら辺まで行くと思うので、皆さん今のうちショート楽しんでおいてください。だるまやっこるここさん、ありがとう。かわいいパンクさん、ありがとうございます。はい、ということで、やりたいことをやります。私 TikTok やってるんですけど、 TikTok のね、多分なんかの条件があったんですよ、のライブ配信ができるようになったので、ちょっと同時配信したいと思います。なのでぜひ、あの TikTok の方にぜひ来ていただきたいので、1個しか持ってないよって方は、ぜひぜひ、なんだ、 TikTok 飛んできて。 OK、 始めるよ。な、今日初めてなのこれ。これやり方とかさ、すごい不安。ほら、携帯映っちゃった、ごめん、こっちからやる。じゃあ映します。これ何か設定とかあるけどさ、大丈夫だよね、怖いんだけど。まあいっか、いくで。ライブ配信スタート、3、2、1、えい、始まりました。 TikTok のライブ配信始めまして、ちょっと誰か飛んできたどうだろう、これやってきてるのかもわからないんだけど、どうすればいいのかな、わかんない、難しいよ。あ、すごい、あ、すごい、あ、すごい、ありがとうございます。すごい、始まった、イエーイ、ありがとうございます。 TikTok のライブ配信を勝手に始めちゃったすごい、あ、こういう感じなんだ。なんかインスタライブに近いんですね。あ、 TikTok 今ショールーム配信も一緒に2個配信してるんですけど、こんばんはって、こんばんは、飛んできてるってありがとうございます。 TikTok っていうアプリのライブ配信もやっていて、あ、こっちの方が画面大きくてよき、あ、本当よかった。そう、初めましてさ、 TikTok の方でもやってる。あ、時差がある、まあそれはごめんねって感じなんだけど、すごい、できてる、嬉しい、私はすごく、イエーイ、あ、嬉しい。なんか TikTok のライブ配信いいかも。なんかやるわ、今後
今後もやります。ぜひ皆さん TikTok フォローしてください。インストールして、インストール、インストール、インストールして、長谷川れなって検索すれば多分出てくると思うので、よろしくお願いします。お、なになに、なんかすごい、同時共同ライブ配信への招待ってきた。これはどうするの？あ、なんか勝手に拒否されちゃった。これ OK したらフォロワーの方と一緒にライブ配信ができるってことか。やっぱ TikTok じゃないや。ライだだだだだだだ。なんだっけ。あ、インスタグラムの配信ちょっと似てますね。あ、そう、コラボ、コラボ。コラボだ。ショールームよりポンちゃんが近い。あ、確かにそうかも。すごーい。なんか嬉しい。できた。やりたかったんだよね。やりたかったんだよね。わーい。嬉しい。このさ、ホストをフォローしましたって何？あ、バイバイ。バイバイじゃないか。これ参加しましたってやつね。すごいね、これ。なんかこれ、難しいな。楽しい。どっちも可愛いけど画質はこっちの方がいいね。だってだってみんな TikTok フォローしないとダメだよ。今後はなんかその多分ショールーム配信より TikTok の方がやりやすさがあるので、なんかなんかのイベントの前とか後とかチロッとやるかも。私はもしかしててかやるわ絶対。今後やります。なんかインスタはね、なんかいいんだけど時々かな。ショールーム第1位、 TikTok 第2位、インスタ3って感じで、イベントとかの時は多分 TikTok が一番優先になるかな。わーいわーい、嬉しみーって、イエイ。なんか確かになんかなんか違うわ、 TikTok とインスタ、 TikTok とじゃないや、ショールーム配信とインスタじゃないや、もうわからない。わかりません。はい、ということで TikTok 勢の皆さんもいつもいいねありがとうございます。取りためもたくさんしているので、ぜひあ、いいね、ハートと、コメント、これからもたくさんしてください。よろしくお願いします。いや、すごい、なんか団子とか来た。こっちもアイテムがあるんですか、これ。ちょっとわかんない、どうやった。すごーい。三色団子、あ、すごい、なんかもう団子、団子、なヌードル、インスタント、うおー、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。みんなどうやってんの、どうやってんの、これどうやんの。あー、楽しい。ハート、こっちハート、ありがとう。これ何、どこで何を見れるん、難しい難しい。ライブ見ながら他のアプリが動かせるのすげーって。どういうこと、順調。明日が回らないです。すごい、なんかキスされた。これどうやって見るの、何これ、どうやって私は見れないの、なんだよ、どうやって見れないのか。ギフト、いや、ギフト。ギフトが来た、すごい。これは私は何をどうすればいいの、難しいけど、ありがとうみんな。すごい、こんな機能があるのね、イエーイ。どうしよう、一応 TikTok はもうそろそろでやめるんですけど、ショールームはこれからもっとやるので、ぜひ皆さんショールームの方に来てください。で、ショールームの皆さんは TikTok を今すぐフォローしなさい。はい、ということで、TikTok の皆さん、これからもよろしくお願いします。じゃあ終わる。これどうやって切るの、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 これどこでどうやって切るんだろう、なんか押しちゃった、怖い、これどうやって切るの、誰か助けて、どうやって切るの、ここかな、ちょ誰も助けて。ありがとう。
はなんかバラさんが来た。これか、あ違うな、これか、これを今すぐしよう。できたということで、インスタじゃないやっぱりなんだっけ、 TikTok のやつはまたすぐやるね。バイバーイ言ってバイバーイ。できた、すごい。これどうすんの、これ何を何、あすごい、これもさなんか上位ランキングが出るんだって、すごい。えすごい、たったちょっとしかさ7分しか配信してない、7分しか配信してないのに新規フォローが9人増えた、イエーイありがとうございます。これどうすんの、これ何を何する、何なんだよ、これどうすんだよ。 OK? できた、もういいかな、できた、すごい、めちゃくちゃフォロー増えたじゃん。じゃあまたすぐやろう。やった、1400人いた、イエーイじゃあ今日また後でやるねギャルということで、ちょっとショールームを中心にやってから後々また TikTok します。いや、あまり水飲んでなかったから回るのが早いのかも。なんかすごく舌が回らない今日は楽しかったです、いつもだけど見て見て見て、てってれーん、声優ボーリングランプリ DVD、 あすごい、ピューン、DVD いただきました。私はちょっとまだ見れてないんですけど、収録でめちゃくちゃ面白かったので絶対面白いと思います。超楽しみ。あ、これ実家に送ればよかったな、間違えちゃったな。超面白かったんで収録、絶対週 DVD も面白くしてなってるはずです、面白いです、きっとめっちゃ面白かったって。嬉しい、ありがとうございます。TikTok めちゃアップだった、ほんとそんな、やったね、うん、見たいって見てください。ガタフェス楽しみ、無事に開催されるかなってしてほしいですよね、10月ね、やりたい、めっちゃ嬉しいです。ガタフェスのアンバサダーもうお話いただいて嬉しかった。こんばんは、配信ご苦労様、これからも頑張ってください、祭りのギフト投げました、フォローしました、めっちゃいい人じゃん、アップちゃん大好きだって、ありがとうございます、嬉しい。あすごい、なんかこれ何、これはトキ、これはなんだ、なんかの鳥のあギフトがいる、これ何、トンボさん、トンボさん初見さんで投げてくださったの、優しい、ありがとうございます。フラミンゴだ、絶対フラミンゴだ、これはフラミンゴです。祭りだってアップちゃんやってくれてたんだ、チルソンさんか、さっきの水鉄砲かな、ありがとう。あまた来た、嬉しい、いっぱいいっぱいなんか来た、いっぱいなんか来た、 ゆかこさんがこれは何かを投げてくれてる何このハート、何血、何、ありがとう、ただいま、おかえり、今日は酔って寝落ち配信かな、寝落ち配信は絶対にしない絶対にしない。こんばんは、こんばんは、タニアイさん、タニアイさん、こんばんは。ピンクの鳥はフラミンゴ、フラミンゴギフト増えてるって、嬉しい、ありがとうって、お星様もコメントもたくさんください。水欲しいって言ったからじゃあ約束ね、レナがお酒飲んで水ちょうだいって言ったらみんな水鉄砲ちょうだいねあおいしい、おいしいです。声優パラダ
SR も楽しみ。いや本当に浴衣めっちゃ盛れなんで絶対皆さん見てください。そしてハッシュタグセーパラ声優パラダイス R R のエース長谷川里奈とつけてたくさんツイートしてください。連載が長く続くように人気連載って編集長の方に届くようにみんなお願いします。よろしくお願いします。何か投げたよって、あれ何だったんだろうね、これ何だろう名前ね。いっぱい投げてくれた、ありがとうよかこさん、嬉しい。このさうどんげさんとかジプソフィラさんが投げてくれた、これは泡？これ何？これ何？クラゲ？何だろう？はーいってやった。微力ですが頑張ります。ファイティン！愛と戦う君が歌おう。絶対違う。久しぶりに面楽行きたいって、ルナも超行きたい。もう2年近く面楽さん行けないんじゃないかな。食べたい面楽さんのラーメン。ずっと連載続いててほしい、嬉しい。出てた出た、うん、ルナも嬉しい。なんか1年なのかなとかって勝手に思ってたけど、もう2年目に突入させていただいてめっちゃ嬉しい。だから長く続けたいんです。やっぱなんか雑誌とか連載系のねやつがあるってモチベ的にも上がるし、なんか楽しいじゃん。楽しいんです、すごく。お願いしますみんな。酔ってるって、ポカポカするでもめっちゃ酔ってるって感じにはまだなってないです。でもちょっと危ないから落ち着くね。水持っとこうかな、一応。怖いね。よっ、お水。よいしょ。ではウォーターサーバー。はい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 、どすこい。よいしょ。ナポンとお酒飲むイベとかしたいって。いいよね、なんか結構やれる感じの事務所ではあるので仲良かしいけどね、落ち着いたらみんなとやりたいね。今更なんですが、恋と呼びには気持ち悪い。先日見ました、よかったです。嬉しい。タレサさんかな、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひたくさん見てください。そもそも体内に全然いけてないからなって。レナも全然いけてない、悲しみ。セカンド写真集も発売されますように、お願いします。セカンド写真集レナも出したい、出したい出したい出したい。もうイメージはできてるもん、うん、あとはやるのに。やりたいよ。こんばんは。こんばんは、マサさん。あ、ジャックさんだ。ジャックさん覚えたよ。ジャックさん酔いつぶれ配信期待。いえいえ、さすがにマネージャーさんに怒られちゃうもん。田中さんに怒られちゃうの、やだやだよって。ね、絨毯汚れちゃったからもう新しいの買わなきゃいけない。悲しい。なんか間違えちゃったら絨毯、もうちょっと間違えちゃったよね。灰色の絨毯買おう今度。白の絨毯買ったから良くなかったね。灰色にします。新宿の小池もカフェのサイン会、お疲れ、アンダさんありがとうって。皆さん来てくださった方ありがとうございました。もうすごく楽しかった。やっぱり久しぶりに皆さんにお会いできるっていう嬉しさと、
あとやっぱ作品を通じて私のことを知ってくださった方もすごい来てくださって、作品お互いね大好きな作品についてすごくたくさんお話ができて嬉しかったです。すごいなんかサイン書きながら、そんなに時間制限とかね特になかったので、ゆっくり皆さんとお話できてめちゃくちゃ嬉しかったです。来てくださった方ありがとうございます。ぜひねまた何かイベントがあるときには皆さんお越しください。お願いします。遅れました。遅いよ遅いよ。家具は白が好きな、この家は白を、白を基調としてます。白白白白白、なんか緑時々ピンクみたいな、そんな感じで、今日ねルームフレグランスずっとなんかお店にね、とあるお店に行った時にめちゃくちゃいい香りみたいな、めちゃめちゃいい香りのフレグランスがあって、そのフレグランスの種類を調べて、やっぱ香りって大事じゃないですか。だから書いてこれくださいって言ったら、ちょうど品切れでって欲しかった香りがなかったので、そこで無理やりなんか小さいサイズを買うより、もうドーンと大きいのが欲しかったので、ネットで頼んで今日届いたので、すごい今お部屋がわおっていう香り、可愛いんです。めちゃくちゃいい香りで、スキピ、そう香水もね新しくしたんです。香水もちょっといい感じの香りにしました。やばいの物欲が、もう洋服とかもう靴とカバンやばいです。誰か止めてって感じで、自分で止めてるんだけどさ難しいですねお買い物ってね。あ、すごいクマさんとか、何クマさん、これは何か着てます。小五郎さんだ、小五郎さんありがとうございます、かわいい。これ何、真珠の中がクマでしたみたいな、泡だ泡、めっちゃ泡、めっちゃ泡、かわいい、この泡かわいい、ゆるキャラ、間違えた、ゆるふわ、かわいい、泡かわいい、はい、タニアイさんだ、タニアイさんありがとう。タニアイさん何系の香り、わかんない、なんだろう、ローズホワイトって書いてある、ローズホワイトの香り、そんな感じ。あ、キャンドル忘れてた、そうだキャンドル買おうと思ってたんだ、ありがとうございます。答えてくださった方はすごい、もうキャンドルなんかいいの調べてコメント送ってくださった方もたくさんいらっしゃって、ありがとう。インスタライブしよう、間違えた、ショールームじゃない、これなんだっけ、さっきやったの TikTok やろう、同時配信します、同時配信、こんな細切れにやる人なんてそうそういないと思うから、私が代表してやってあげる。これさ、あ、フィルターも変えられる、すごい、めっちゃすごいじゃんこの TikTok。 なんかいいフィルターないかな、微妙ですね、微妙ですね、私が好きなもあるかな、あるかな、あるかな、どこ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 、あ、ドライアイで目が目が、あれれ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 、ないよ。じゃあなしでいこう。待ってね、TikTok。なんか微妙
っちゃ微妙になんかこのさショールームも微妙だよね。なんかね、どれがいいんだろう。どれにしよう。これでいいか。これをもう同時に立てかけちゃえばいいな。こうやって。オッケー丸水産業さん丸。はい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 。よし、じゃあライブを開始。カウントしてくれるんです。始まりました。はい、同時配信をすることにしました。私長谷川玲奈はこいつまたコウスケさんが一番じゃない。ありがとうございます。はいはいはい、私は器用なのでショールーム配信のコメントと TikTok の配信両方見たいと思うので任せてえなこんさんお疲れって。山ありかもごうさんありがとうございます。皆さんも今日何曜日ですか。今日何曜日、今日木曜日、今日何曜日、木曜日ですか。今日何曜日ですか。誰か教えてよ木曜日、ありがとう。木曜日なんでの曜日聞いたんだっけ。頭が回らない。木曜日でしょ。なんで曜日聞いたんだろう。忘れちゃった。あ、木曜日だからみんなもお仕事だったよねって言おうとしたんだね。お仕事だったもんね。学校だったもんね、みんなね。みんなもお仕事だったんで。皆さんお疲れ様でした。今日も一日お疲れ。はい、乾杯乾杯、両方乾杯。まだ酔ってないはず。まだまだはい、昨日か一昨日買った私のリップ、新しいリップ、これなんて読むんだろう。トーンっていうリップです。トーンこのリップちゃんがなんかいい感じのお上品さが出る。濃すぎない感じ。はあ、ははあ、やっぱリップで顔色とか決まっちゃうから大事よね。はい、いい感じ。ピンピンピン。あ、そう、これ見て。これこのリップね、中学校の時に使ってたリップなんだけど、メンソレータータイムリップっていうね、このとろけるリップって言われてるリップ、とろけるリップ。これがね、ほんとにとろけちゃう。もう唇の体温でとろっとろになるの。とろっとろになるの。とろっとろ、とろっとろになるのトゥルットゥルなんだよね、これ。そうだからすごくスキッピー、めっちゃ、だからマスクさしててもやっぱ口って大事や。外した時にさ、え、あのなんかあーってなるのすごく嫌だから、ちゃんとマスクの下の唇もまんまんまって感じで。でもこのリップがトゥルントゥルン、あのこれ一応赤のカラーなんだけど、色がない透明なやつとかあるのね。男性もめっちゃいいと思う。やっぱ巻き舌できるってきたじゃん。そうなの、できるようになったの巻き舌できるようになりました。すごい、みんなありがとう、褒めてくれてる。そうなの、トゥルントゥルン、イエーイそうなの、巻き舌ができるようになったの。トゥルルって、わーい練習したんです。すごく頑張って練習して、3ヶ月で巻き舌ができるようになったので、みんなもできればきっとできるもう日本語おかしい。やればできる山岸さん、イエイ。はい、なんで皆さん巻き舌できないよって方で、巻き舌できるようになりたいと思う人はぜひ練習すればできるようになります。だからこれで上向いて、トロロロロトロロロロロトロロロトロロトロロトロロみたいな、かロロロロロロロみたいなこと言ってればできるようになるから。じゃあできたもん
お前ら頭振ってちょっと食べなきゃまだできんあー、にわせよー、かまさおみさん嬉しい、来てくれたたん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 、ありがとうございます。トン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 、負けじた、おめでとう、ありがとう。ドラムロール、ドゥルル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 やけどし、こうやってさ、これがフライパンの蓋するじゃないですか。こう立ててたんです。そしたら間違えて熱いの忘れて、こうやって私がチュンって、でしばらくして熱っってなって、後になっちゃった。だいぶ薄くなったんだけど、でも水ぶくれにはなりたくないからすぐ冷やして、キズパワーパーとやったらいい感じにならなかった。大惨事にならなかったんでよかったです。はい、皆さんも気をつけましょう。朝ごはん作れる一人暮らしは優秀すぎる、えらい、さすが、褒めてくださいでもあれなんです、やっぱり朝から収録がある時って朝ごはん食べないと絶対やっていけないんで、声出ないし、なんか起きないし、でなんか現場に行く途中でコンビニに行って現場で食べるっていうのはもう一つだとは思うんですけど、私のプライド的になんかあんまり現場で食するのが好きくないので、お家でできる限り食べるようにして、まあ軽食はまた別ですけどね、ご飯っていうのはあんま取りたくないので、お家で食べるように頑張っております。はい、朝からお魚焼いたりとかするからね、ちゃんとやってんだからすごいねって、嬉しい、すごいでしょ。そうだから実家からね、この間スイカと枝豆が送られてきたんです。で東京の枝豆ってちょっと高いし、実が大きいのって少ない気がしてるんです、新潟県民の私からしたらね。だから枝豆もっと送ってって言ってる。スイカはもう、送ってくれるのが当然だからそう、でもあの枝豆に関してはちょっとやっぱ新潟も送ってほしいかなって。でそう、ネスパス行ったんです表参道のね。そうで、そこでね、この間枝豆が売ってて買ったの。そしたらちゃんと甘かった。塩がね、ちょっと塩が足りなかったんですけど、すごく美味しかったので、ぜひ皆さん東京住みで表参道行けるよって方は新潟のネスパスに行ってみてください。でだからね、ツイートしたの、私ネスパスで体内のね、お星様のクッキーがあればいいのになって毎回思うの。すごく私表参道のネスパスに月1は絶対行ってて、そうで、なんかその体内の星っていうやつがめちゃくちゃ美味しいんです。本当に本当に美味しいし、現場に持っていく軽食でね、ちょうどいいんです。お腹にも満たすし、そうだからそれが欲しくてツイートしたら、なんとやるぞパパが、なんかね、承諾中みたいな感じだったんで、よろしゅう頼みますって感じで、楽しみです。絶対買うもん、行ったら絶対買うもん、絶対買うもん、売ってください、本当に売ってくださいって感じです。茹でた枝豆が売ってるの、普通に枝豆が売ってるの、新潟さんの。それは家帰って茹でるだけだけど、そんなん簡単じゃん。枝豆なんて 3,4 分茹でちゃえば出来上がりだよ。簡単簡単。なんか枝豆はフライパンで茹でた方が早く火が通りやすいらしい。そうなので、ぜひ、なんか塩これでもかーっていうぐらい振っても足りないんだよね。もう一回間違えちゃう、もっと欲しいのに。ネスパスめっちゃ宣伝するやんって。いや、言ってほしいもん、新潟の。しかも食べたいの、体内の星のクッキーが。お酒飲んでるの、お酒飲んでるの。缶2本目
2本しかまだ飲んでないんだけど、今日はあまり水分を取っていなかったのが原因でちょっと回りやすくなっております。ごめんなさい。ちょっといつもより違います。美味しいです。枝豆が苦手な新潟県民、あららら、ら枝豆が苦手なのね。そっか、そうなのですね。そりゃまだ、まあまあいいよな、好きな人が食べればいいんだから。居酒屋で女友達と話してる感じってやめてよ比較しないでそんなことないもん。でもみんなもね、今こういうさ、ご時世だからお外で飲めないから、私と一緒にこの画面を通じてリモート飲み会みたいなね感じ。はい、みんな飲もうね。はい、もう缶あげよう。はい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 。でもまだお酒はあるっていうね、もう缶じゃないけど自分で作るタイプのお酒はあるもん。飲みたい時に飲まなきゃ。にゃー、おいしい、いい音。新潟のトウモロコシもおいしいよねって、わかる、甘いよね。なるちゃんもトウモロコシ大好き。あ、なるちゃんっていうのは私の愛猫ちゃん、猫ちゃん、実家で飼ってる猫ちゃんなんですけど、なるちゃんもトウモロコシがすごく大好きで、よくトウモロコシを食べてます。この間はコンポタも冷たい冷製スープみたいのにしてあげたって。そう、トウモロコシは美味しいよ。こんばんは、お父さんこんばんは。外で飲めないからリモート嬉しいねって。嬉しい、ありがとう、かこさん。3本目いきそう。缶はねもうないのよ。あ、嘘だけどないの。あざとかわいい、キキさん。TikTok はあざとかわいいばっかだよね。やっちゃってんもん、自分。こうやって。すぐ舌出しちゃうみたいな。ウィンクしがち、舌出しがちが TikTok。でも TikTok でしか出してないもんね。だから TikTok フォローしてる方しか、それは見れてないので、今こうやって TikTok のライブ配信を見てくださってるそこのあなた、もうさすがです。こっちちょっとみんな TikTok フォローしてくださいよね、お願いします。ということで TikTok 一旦やめますこれやめる必要きっとないんだろうけど、こっち携帯入れてるからね、連絡がねちょっと見れないのが私は嫌だから、またそのうちやります。ということでみんなショールーム戻ってきてね。じゃあ TikTok、 あ、バイ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 、はいはい、TikTok やめまーす。バイバイキーン。ここね。ピン。はい、できた。できやしたー。いいよ。パン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 。あ、ババチバだ。はい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 。ただいまーって、おかえりー。ただいま、おかえり。ただいまんごー、おかえりんごー。ララ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 ラ、充電しなきゃいけないんです、充電。まあ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 、ちょっと今危機だわ、酔っ払いの危機。レナはもうなんかね、飲むと喋るのがゆっくりになるのと、舌が回らなくなるのと、眠くなるのが3点セットそう、3点セットがもうそろそろやってきちゃう。お水飲もう。あー、うん、明日はゆっくりできそうって。明日はゆっくりできそう。悪魔のララバイ聞いたよって。え、出たの？悪魔のララバイ、悪魔のララバイ、電音部さんや、電音部さんや、電音部さん、
どこですか。告知出してる明日7月16日12時夏のお知らせがありますだって。あ、はい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 、私は知ってる。お、はい、お楽しみに。いいね、押しとく。低音部はね、本当に隠してることがたくさんあるんですよ。本当にありすぎてやばいので、皆さん楽しみにしててください。低音部ありすぎてやばみざわって感じ、やばみざわって感じ。ノンアルじゃないって、ノンアルじゃないよ、ちゃんとお酒入ってるやつ飲んでます。おん、ここポチュってできてる、やん、よくなれって感じ。先週ラジオで発表されて明日解禁って、明日解禁かー、いやもういいよいいよ、本当にいいよ、楽しみにしててください。早く明日なんないかな、ゆきやんな、楽しみって。おいらも酔ってきただって、みんな酔っ払いだ、仲間ですね。あ、ほっぺ、赤くなってきた。そう、わかんない。電音部ヤバミザワわかる、ヤバミザワふわふわしてきてかわいいね。ふわふわしてますかふわふわしてる、そうかな。軽音ってアズニャンですか。違います、電音部です。軽音部並ぶ電音部って第1話の4コマで言ってるもん、見てよ。楽しみ。毎回新曲出るたびに原宿しか勝たんってなる、嬉しい。じゃあ明日もきっとその言葉を待ってるわ。缶コーヒーしか手元にないだって、いいんだよ、もうだって明日もあるんだから飲まなくていいんだよ。長谷川さんはステークイーだから今日飲もうってなった。明日お仕事だったら絶対飲まない、やることあるもん。僕もほろ酔いですよ。むっちゃんほろ酔いなの、仲間だね、してるしてる。え、ほんと？ほんと？ふわふわしてるってやつ？ネイルがしあんちゃんか、すごい！おちびさん気づいてくれたの？そうなの、一目惚れでキャッチャった、キャッチャった。皆さん、プチプラキャンメイクの新カラーです。キャンメイクのしあんちゃん、なんか10月に電音部のファーストライブがあるから、それに向けて紫のね、あのネイルを探してたんですよ。ならちょっと見つけて試し使いで買ってみた。昨日の夜やりました、いい感じ。悪魔のララバイシャッ、そんな感じ。似合ってるだって、ありがとうって、嬉しい。いや、しあんちゃんのおかげでね、紫ばっかり、紫色ばっかり買っちゃって大変なんです。もう洋服も紫、この間新宿のイベントも紫だし、携帯も紫だし、イヤホンも紫だし、櫛も紫だし、紫、ネイルも紫だし、紫が多分探せ、ヘッドホンもそうだし、いっぱい紫が多くて。でも今年は紫はあの運がいいんです。紫カラーはすごく運がいいのと、なんか流行りなんです。だからみんなも紫、ほら今ステージも紫いっぱいだよ。やっぱ今年は紫がいいんですね。明日仕事だけどレナパンが飲んでるから飲む大丈夫、レナのせいにしないでねお仕事明日頑張ってください。紫の汗が珍しい、あ、ばばばば、紫の汗がは楽しく、漢字読めない、新しくていいよね、てんてんてん、よきやろ。
そのうち髪も紫にしそうって。本当は10月のライブでやりたいんですけど、ちょっとどうしようかなって迷ってます。最近は紫のイメージあるな。本当は嬉しい。やったー、流行ってるんだって。そうなんです、流行ってるんです。リップは紫はちょっと私そこまで顔が濃くないので似合いません。紫しか勝たんって。勝たんぞ。あ、だるまも紫だ。紫いっぱい、ありがとうございます。嬉しみ。紫色は私もお気に入りです。仲間です。紫は高級な色というイメージ。あー、ちょっとわからなくもない。間に合った、ぷんちゃんぷんちゃんぷんちゃんって。あいちゃんさん、こんばんは。もうちょっと今酔ってます、認めます。ちょっと酔っちゃってね、少しね、少しだけだよ。ちょっと田中さんが見に来ないことだけ願っとこう。確かにちょっと暑いかも、暑いかもしれない。ファンの間でも紫が流行ってますね。ますね。そうなんですか。イエーイって。うーん、お水はって。お水もある、ちゃんとある。飲みます。味付け。おっさんには紫の奥はハードル高い。でもそれこそライブとかだったらシアンちゃんのグッズだね。いい感じなのに。難しいか。噂をすればなんとやらであるから気をつけないとね。もはやほろ酔いではないかもしれない。むっちゃん、今スマホ紫色だけどこの色テンション上がるよね。わかる。いいよね紫。本当は私ライトグリーンにしようとしてたんですけど、なんかライトグリーンがありませんって言われて、でもその日に携帯変えるしかなかったから、じゃあパープルでって言ったけど、パープルにしてよかった。私の判断は間違っていなかったです。よき子、話すのゆっくりになってるからちょっぴり酔ってそうって。だから酔ってるって言ってるじゃん。酔ってるの。酔ってるんだよ、もう認めるんです。私がポンちゃんを呼ばせてくすぐり倒すだって。やだ、同性だからありなし。余裕のなし。紫色が似合う人羨ましい。え、私のこと。ありがとうって受け取っとく。花よいりなぽんかわいいなって。かわいくないもん。タン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 。グローブのロゴカラーは紫。紫だ、今思えば。向こうさんが紫のグローブプレゼントしてくれたんだ。持ってこよう。紫。テレテンテレ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 テンテレテンテレ。ウィーパッパラパー。ゼーッ。野球したい。野球のお仕事待ってます。ください。任せろ任せろ。向こうさんありがとうって。シアンのためだと思う。イエーイ、紫のグローブです。
まだ使えてあげてないのでめちゃくちゃか硬いです。めっちゃ硬い、もう閉じない、硬くて。はい、閉まってこよう。いい子だしょ。閉まっていきよう。私が座る。焼き。ポンちゃんは野球は投げるのと打つのどっちが好き？まあ、守備か打者？守備か打者ってこと？じゃあ断然守備。もう本当に守るのが大好き。ボール全部来いやって気持ちでやってるよ。全然来ないけど来ると嬉しいね。野球アニメで男の子も似合いそう。やりたい。幼少期、小学校とか中学校も頑張ればいける。俺は絶対に勝つんだ。熱血系追加。僕に野球なんてできますかね。いや、やりたい、野球やりたい、野球やりたいですね。野球女子のアニメで主演やってほしい。でもなんか先輩がいい。主演じゃなくてなんかめっちゃ周りが見えてる先輩やりたい。私いい先輩が主人公を見守る感じの子やりたいな。実写化もやりたいわ。任せてって感じ。うん、かっこいいって。やったー。ショタはいいぞ。わかる、ショタってリナも大好き。僕にそんなことできないですよ。やめてください。何があるって感じ。うわーって。ショタボは大好きです。はい。好き。ピマル大好き。やめ、野球はね、アニメもそうなんだけどね、自分がやりたくなっちゃうから実写で欲しいな。ちょっとやりたいな。うんうん、なな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 なオースって感じ。違うのかな、空手か。飲んでるからおつまみのタコあげようちょうだい。どこタコ、タコいた、タコ来た。わーい、愛ちゃんさんありがとう。おつまみのタコ。でも私あれなんです、なんかお酒飲んでて食べたくなる派ではなくて、何もいらないお酒だけあればいいタイプ。そう、食欲とかなんかお酒と一緒に何か食べたいっていう子じゃなかった。お酒だけ飲んでればいいってタイプだから、おつまみ特に気にしたことなかったな。うん、ない。確かに近くで見るとほっぺが赤い。本当？赤い？赤いかな。そうかな、わかんない。食べなさいなーって。いただきます。だるまもありがとう。本物の酒飲みやーって。強いはずなんですけど、やっぱりお水を飲まなかった日とか多分ちょっと体が
ね、調子良くない時とか回りやすいんでしょうね。まあ酔っちゃう。てか酔ってるんだけどさ。ははははは。あいた。あややややや。こんばんは、しゅうさん。こんばんは。こんばんは。みんなこんばんはって。髪の毛とかしまーす。まんまらまんまらまままトゥントゥルトゥントゥル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 ルントゥルルントゥルトゥルル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 ントゥルルントゥルトゥルル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 ントゥルルントゥルル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 よっ。お酒だけだと酔いも回りやすいかと。あ、そうなんだ。そうなの。じゃあそうなんだ。予定そのまま寝ないようにねって。大丈夫、配信は切ってから寝るよ。まだ二日酔いになったことないかなって。それがあるんです。なんか一回、そのもう二十歳になってすぐ、まあ、まだそんな経ってないんだけどさまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないんだけど、そう、友達、地元の友達とね、そのやっと飲めるねって、そのナナ早生まれだからさ、一緒に飲めるねってなって、なんか一回自分が潰れた時どうなるのか、ひときたい祭りだ祭りだだって、祭りが来たぞ。誰だ、ホビーさん、ポビーさん、ありがとう。祭りじゃ祭りじゃ。そうで、なんか一回自分が酔ったのを知っといた方がいいよねってなって、今日は潰してくださいって言って行った。で、案の定本当に潰れた。あの、ところどころ記憶がない、本当にところどころ記憶がなくて、で、次の日、あー頭が、あーちょっと気持ち悪いかもみたいな、あ、これがあれかみたいな感じになって、そう、一回だけある。でもそれ以降はないよ、もう自分の限界知ったからね。でもその時もね、今日みたいな感じで、なんかあまり飲んでなかった日なの、お水とか飲んでなかった日だったし、そう、ちょっといろいろ忙しいわけじゃないけど、なんかまあいろいろだったんで回りやすかったんでしょうね、お酒が。そうだから酔っちゃったっていうお話だよね。ねー、タン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 。でも大丈夫、お酒毎日飲んでるわけじゃないよ。ちゃんと今日は飲もう、今日はダメだって決めて。全然飲んでないよ、全然飲んでないもん。お酒は太るって言うし、太りたくないから、今はほどほどにしてますね。どんだけ飲んだって、めっちゃ飲んだと思う。日本酒開けた、大きいのじゃないけどね。そう、美味しかったですって。お酒は楽しく美味しく飲もう。そうだそうだ。はい、こにゃどんもーって、どうもーどうもどうも。休肝日も大切にね。もちろん普段休肝日なんで、ちょっと待って、でなんかすごいめちゃいつも飲んでるみたいな感じで、まあ、話からしたらそうかもしれないけど、そんなことないもん。今日は飲みたかったの。本当は配信が終わるまで我慢しようって思ったんだけど、配信始まる前にちょっとご飯食べたいなと思って、ご飯食べてたら飲みたいなってなって、気づいたら1本空いてて、もうこれは飲むしかないなと思って配信で飲んじゃってるだけだもん。いつも飲んでないもん。うん、もうお酒飲めないです。もう飲まなくていい飲まなくていいんだよ。コメント少なくてごめんって、困るよ
ちっちゃな大丈夫、ありがとうございます。新潟の人はみんな酒強いイメージ、やっぱ米どころだからか。でも私の地元の友達で私よりお酒弱いなって思うのは2人ぐらいしかいない。あとみんな強い。いつ酔うのって感じ。あ、辛いさん祭りありがとう。祭りだ祭りだ、ありがとう。そうだから多分強いんだと思う。でもその中で私も一応強い方って友達には言われたけど、その友達とかに比べたら全然強くない。本当に周りの友達が強すぎるんだよ。めちゃくちゃ強すぎるんです。でもね、あれよね、なお酒飲むスピードめちゃくちゃ遅いから。そうなの、だからなんかグビグビ飲む人すごいって思う。まだ飲めないんです。お酒酔うと一段と陽気になりますねって。そうかな、そんなことないよ、全然そんなことないと思う。騒ぐタイプじゃない、はあ、リコちゃんとどっちが強い、レナちゃんの方が強い。リコも弱くはないけど、レナの方が強いです。リコちゃんも酔いやすい、すぐわかる。あ、リコ酔ったって自分のペースで飲むのが一番。いや、ほんとそうです。もう飲み飲み飲みなって言われても、いえいえまだ大丈夫ですっていうタイプです。ごめんねって感じ。新潟女性酒強い、そうなのかな。どうなんだろう。しれっと3本目開けてるって。え、開けてないよ、俺の開けてないよ、まだまだ2本目だもん。リッターはリッターで自分の方が強いって言って、そう、いやでも、いやいや、リコそこは認めると思う。そこは認めるよ。レナの方が強いって言ってくれるもん。レナポンは香り出すし出やすいので羨ましい。自分は飲むとあまり顔が赤くならないから。あ、なんかありますよね、女の子でもさ、お酒酔ってるけど香り出なくていっぱい飲まされちゃうみたいな。だからなんかね、ほっぺたチークで赤くしてもダメですって言うみたいな聞いたことあったんですけど、私はなんか、まあ、ほっぺたとかに出ちゃってるんでしょ。しかも多分喋りとかもこうなるから分かりやすいと思う。酔ったんだってなる。なんかいつもなんかこう、なんか今できないけどさ、なんかツンとしてるんですよ。あ、そうなんですかみたいな感じだけど、急になんか、いやそんなことないですよみたいな、こう目がずっとニマニマしてるからすぐ分かる、酔ったってダメなんです、表情筋が緩くなっちゃうんです。気をつけなきゃねって。分かりやすいからもう飲まないでおこうねって言われる。なんでってなんでってなるけど、場合によってはもう静かに、はいって言ってちょっと飲んでお水ね、何飲んでるんだって。本搾りとキレートレモンを先を飲みました。パーン、
に分かりやすいって。本当？まあ分かりやすいね。いい酔い方。表情筋もたまには緩めてあげないと。確かに。じゃあやっぱいいのか。そうだね。いつもでいつもなんかいやちょちょ筋こうやってさできないけどさね。確かにそう考えたらありですね。うん。ウォッシュグリアは何飲むのがおすすめ？まだ日本酒でしか飲んだことがないんですけど、紅茶も合うって聞いたので紅茶もやりたいなって感じです。あばばばべびゃばべびゃば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 キレートレモンもお酒あるんって。あるよ。検索して。いや飲んでるポンちゃん初めて見たわって。そんなだって飲まないもん。配信で1回しかないんじゃないかな、まだ飲んだ配信って。その時もここまでは言わなかったから、ここまでちょっとちゃんと、まあだんだん冷めてきたけど、入ってる配信は始めたかもしれない。うん、こんばんは。こんばんは。お家で言うのは安心安心。そう、お家でちゃんと酔ってる。ちゃんとお家で読んでるもん。でもな、一人でも飲めちゃうからさ、いいよね。そう、全然一人で飲めちゃう。コロナ終わったら誰と飲みに行きたいって。やっぱ声優さん仲間と飲みに行きたいな。声優さんの方々とね、収録の現場を通じて仲良くなれたけど、やっぱこういうご時世だからご飯とかもね行けないですねってなってるので、開けたらせっかくお会いできた方々と一緒にご飯とか食べたいなって思います。ラジオ配信でほろ酔いですって言ってたよね。あ、そうだっけ。そうだっけ。一回クロコダルチャンネルで一番搾り飲んでたね。一番搾りってビールだっけ。ビールは飲みましたね。つまみはありません。リスナーみんなもお酒用意して飲み会配信ってのもいいかもですね。でも今それやってるもん。配信の皆さんも開けてって言って乾杯ってしたから、今はリモート飲み会です。うん、マリリアのなっちゃんは酒強そうって。マリリさんは超弱いし、なっちゃんさんもそんな強いイメージ。あ、なっちゃんは強くも、なっちゃんは強いかも。マリリさんはレナよりめっちゃ弱い。そこはファンの皆さんと飲み会やりたい言うやろうって。言わないよ。言わないもん。現実味を考えて声優さんの方と飲みたいもん。嘘なんてつきたくない。みんなと飲みたいけど、一番最初に出て飲みたいって思うのはさ、だっておかしいじゃん。そんなの嘘だよ絶対。それ誰と飲みたいってファンの皆さんって言う人は絶対嘘だ。絶対嘘だもん。だってそしたらね、普段からさ飲んでたことになっちゃうじゃん。それは嘘だと思う。イベントでやりたいとかだったらねわかるけど、それは嘘です。私は嘘つきません。声優さんの方と一緒にご飯に行きたいです。はい、いい感じで酔ってない、悪い感じで酔ってるだって。誰か助けてだって。誰か助けてあげて。ヒデさんが大変なことになってますよ。誰か助けてって言われても分かんないよね。マリリさんはすぐ酔うねってね。マリリさんすぐ酔っちゃう。こんばんは。リオさんこんばんは。うん、奥間さん
だろうね。確かにねずっちさん飲みたいな、一緒にねずっちさんと飲みたい。それだよ、イベントでファンの皆さんとだ、笑ってでしょって正直なご意見だ。嘘はつきません。ぽんちゃん大好きだって、嬉しい、キキさんありがとう。マリリさん、用途どうなりますか？可愛くなる。ぽんちゃんと声優仲間の飲み会 DVD にしてほしい。嫌です、絶対嫌です。ホッピーホッピーって、そう、ホッピー飲んでみたいな。まだホッピー飲んだことない。新潟の地ビール美味しいねって。美味しいね、美味しいよ。マリリさんとかは家で飲んだりしないの？まだ一緒にね、そう、マリリさんとまだ一緒にお酒飲んだことないんです。だから今度飲もうねって言ってる。奥間さん、ジョッキのビール似合うなって。奥間さん、ホッピー飲んだことないんだよね。レナもないんです。ねずっちさんとくればホッピーだ、だからホッピーが出てきた。ねずっちさんのおかげでホッピーっていうお酒を覚えました。新潟駅のヨドバシのポンちゃんコーナーにメッセージ書いて嬉しい、ありがとうございます。ね、ヨドバシカメラさんがすごいな、コーナーを作ってくださったみたいで、そこのコーナーにずっと残っていられるようにたくさんの作品に出たいと思います。お願いします。ワラビーズで飲むと人数が絡まし、そう、ワラビーズの皆さんと飲みたいの。でも収録の時も言ってたんです、その今あのお好み焼き屋さんであのコラボとかしてるので、皆さんで一緒に行けたらよかったですねっていうのをね、 LINE グループでやったりとかしてて、もう飲みたかったなーって感じ。ワインは飲んだことあるの？ワインはありますとも、ワインはありますとも。白も赤もどっちも飲めちゃう、どっちも美味しいです。ポンちゃんとマリリさんが酔った時時用にゆりえさんも呼ばないと。待って待って、なんでマリリさんとレナが飲むとき配信する前提になってるんですか？しませんけど。ちなみに私配信で飲むこと自体少ないですからね、とけど、ってか今日はたまたまだからね、みんな。だから今見れてる人はレア配信を見れてることだから、よろしくよろしく飲めるの羨ましい。飲めるのかっこよくない？そうなの？なんか飲めないお酒はないですね、今のところ私なかった。何でもとりあえず飲めちゃう感じだったな。この辺飲むかって言われたら飲まないのがビールかもしれない。ビールはね、苦くは感じなくなったんですけど、飲みたいかって言われたら、時々って感じ。そんな感じ。レアなんだって。そうなんです、レアなんです。とてもとてもレア配信なんで、よろしくお願いします。レアです。おー、よき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 、お星さまありがとうって。みんなぴょん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 晴れてるね、ぴょんぴょん晴れてるね、イエイ。あ、この時間レアなんですね、今日フォローしたもんで。いいえ、この時間がレアってよりもお酒を飲んで配信することがレアなんです。普段は飲んでません、今日が、レアなんです。そうなんです、ワインを樽のままで飲む瀬川さん無理です、そんな飲めません。でもやっぱりあのなんか良いワインって酔わないっていうじゃないですか。酔わないですねそれはねちょっと学びました。あ、本当なんだって思った。あ、皆さんあのインスタグラム写真あげたんで見てください。頑張って毎日投稿しようって心がけてはいるんですけど、そう、よろ
しくお願いします。毎日投稿頑張るのでお願いしますって感じなんです。頑張ってるのでお願いします。こんばんは、マミさん。笹団子これは。こんばんは。マイで二日酔いするときついよって。きつそう、なんかイメージだけできつそう。ツイッターでフォロワーさんが配信のお知らせをツイートしたので、それ見てフォローしました。うわ、はい、みんなナイスお仕事ありがとうございます。皆さんのリツイート、いいね、コメントが私の広げる、なんと素晴らしいお仕事をしてくださっているでしょうか。もうみんな大好き、もっとお仕事してください。嬉しいです、ありがとうございます。もう拍手送る。ありがとう、ナイスですね。ありがとうございます。もうそれを待っていたよ私は。はい、お仕事はい、お仕事よろしくお願いします。みんなもっと広めて、長谷川の存在をもっと広めてください。はーい。歌おう、今日は歌うんだ。カラオケ行けないからさ、歌いたくて仕方なくて。でももうお酒入ってるから歌えないかもしれないっていうのは嘘なんですけど。よっ、うん、どこしょ。トントロトントロンパンパパラパ、ボトルポンポコリンピーヒャラピー。お腹が減ったよ。長くなるコースだって、長くならないコースで頑張りたいと思います。20時だ。でもまだ1時間半しか経ってないのね。そう考えたら、うん、全然問題ないですよね。あ、なんかおかしい。はい。はい。1、2、3。はい。ありがとうって。あ、これマイクないや。間違えちゃった。こっちじゃなかった。イヤホン間違えちゃった。いっとこしょ。いてて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 。こっちじゃなくて、ポン。うん、いい香りですね。ローズ。あ、わかんないな。何の香りなんだこれ。えい。うんよ、うんよ。い。うん。なんか触るよ。はい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 。どこ。はいはい、うん、完了。じゃあカラオケ配信に切り替え。わ、すごい、夏祭りが今ランキング1位だ。でも第1位はこれでしょう。一番最初は声出しを含まれまして、あ、間違えた。ハム太郎、こうとこ回る
む太郎。どこどこ眠るよハム太郎。どこでも眠るよハム太郎。大好きなのはひまわりの種。やっぱり眠るよハム太郎。みんな愛の手ありがとう。やっぱこれでしょうねーって感じ。にゃー、うまいしうまいし、泡ありがとうね。やっぱこの泡かわいい、この泡かわいい。結構今までのアイテム上、かわいいアイテム市場。かわいいです。トゥントゥルトゥントゥントゥントゥルトゥントゥントゥントゥルトゥントゥン。パンパラパンパンパンパラパンパンパンパラパンパン。したら次はこれでーす。空を飛んで時を超えて遠い国でもドアを開けてほら行きたいよ今すぐどこでもドア大人になったら忘れちゃうのかなそんな時には思い出してみようシャララランラン僕の心にいつまでも輝く夢ドラえもんそのポケットで叶えさせてねシャララランラン歌を歌おうみんなでさ手をつないでドラえもん世界中に夢をそう溢れさせてミラーボールやりたいこと行きたい場所見つけたら迷わないで靴を履いて出かけよう台湾マシン大丈夫さ一人じゃない僕がいるからキラキラ輝く宝物探そうよ四次元ポケット道に迷っても泣かないでいいよ秘密の毒で助けてあげるよシャラララン口笛吹いて高らかに歩き出そうドラえもんあの街まで届けばいいねシャラララン僕の間違えた夢がいっぱい溢れてるよドラえもん君がいればみんなが笑顔になるきっと忘れない大切な思いいつまでも続く
僕の心にいつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね。シャララララ歌を歌おう、みんなでさ手をつないで、ドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて。ドラえもんのモノマネは難しい。パチパチパチってありがとう。ありがとうございます。パチパチパチ。なんか時々画面が固まっちゃう。大丈夫かな。ちょっと一回止まるかも。ちょっと待ってね。はい、戻した。ってことで続きましていただきましょう。いただきましょう。いただきまーす。ちょっとあったらあった。はい。君がいた夏は遠い浴衣姿がまぶしすぎて、お祭りの夜は胸が騒いだよ。はぐれそうな人混みの中、離れないで出しかけた手をポケットに入れて握りしめていた。君がいた夏は遠い知らないんだけど、いけるかな。子供みたい金魚すくいに夢中になって、袖が濡れてる無邪気な横顔がとても可愛くて、君は好きな綿菓子買って、ご機嫌だけど少し向こうに友達見つけて離れて歩いた。遠く聞こえた線香花火マーチをつけて、いろんなこと話したけれど、好きだってことが言えなかった。はい、せーの。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてた打ち上げ花火、遠い夢の中、空に消えてた打ち上げ花火、空に消えてた打ち上げ花火。夏って感じですね。今年初めて歌いました、夏祭り。テレテンテレテンテレ、祭りだ祭りだ、そうだみんな祭りだよ、みんな祭りだ祭りだ、ナイスギフト。
なんて祭りだなんて祭りだ祭りだ祭りだ。大変よくできましたってありがとう。ポンちゃんは夏祭り虫会からしてたって、うん、太鼓の達人で吸ってたから吸ってた明日あたり関東も梅雨明けしそうですしって。本当？やったー嬉しい。わっしょいわっしょい。祭りだ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 、なんちゃらこうちゃらなんちゃらなんちゃら。はい、次はみんな賭けに行きましょう。夜に賭けちゃおう。沈むように溶けてゆくように、二人だけの空が広がる夜に。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、目薄越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い吹雪をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で、何度だってさ触れる心ない、言葉うるさい声に涙がこぼれそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら。忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見とれているかのような、恋するようなそんな顔が嫌いだ。信じてたけど信じれないこと、そんなのどうしたってきっと、これからだっていくつもあって、その甘美を持って泣いてくる。それでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ、信じてるよ。差し伸べた僕の手を振り払う君も、嫌だって疲れたよなんて本当は僕も言いたいんだ。ほらまたチクタクとなる世界で、何度だってさ君のために用意した言葉、どれも届かない、終わりにしたいだなんてさ、釣られた言葉にした時、君は初めて笑った。しい日々に笑えなくなっていた。僕の目に映る君は綺麗だ。明けない夜にこぼれた涙も、君の笑顔に溶けてく。変わらない日々に泣いていた僕を、君は優しく終わりへと誘う。沈むように溶けてゆくように、染みついた君が晴れ。忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に、差し伸べてくれた君の手を取る。涼しい風が空を泳ぐよ、今吹き抜けてゆく。繋いだ手を離さないでよ、二人今夜に駆け出して。間違えた、なんで最後間違えてしまうんだ。あー悔しい。夜に
駆け出していってください。間違えた。間違えちゃった。間違えちゃった。間違えちゃった。夏なんかすごいランキングさ、このねショールーム配信のこのカラオケのところってランキングが出るんですよ。なんかこの多分ショールーム配信者の中で歌われてるランキングみたいな、もう夏、夏って感じ。で次はこちらを歌います。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最高の思い出を。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。ああ、花見が夜空綺麗に咲いて、ちょっと切なく、風が時間と共に流れる。嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を。ああ、夏休みもあと少しで終わっちゃうから、月仲良くして、悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を。突然の天候でどうしようもなく手紙書くよ、電話もするよ、忘れないだね、僕のことを。いつまでも二人の基地の中、君と夏の終わり、ずっと話して夕日を見てから星を眺め、君の心を流れた涙はずっと忘れない。君が最後まで大きく手を振ってくれたこと、きっと忘れない。だからこうして夢の中でずっと永遠に、君と夏
夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら切ないよね。最高の開いちゃった。もう酔い覚めた感じ。生誕イベ聞けて感動したなって嬉しい。ねなも皆さんの前で歌えて嬉しかったです。うん、ありがせよー。チャンネル長谷川ルタイムにだチャルパタテリにだ。えいずっと話してトン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 。ねえこの歌誰かと一緒に歌いたい歌、どなたかレナさんに注ぎしてって、誰かついて私のグラスに注いで。あ顔熱っ顔熱っびっくりポン熱っ熱い。え、どうしよう、ちょっとお酒飲もうかな。でもロックしかないや。まあいっか、ちょっとお酒飲むわよ。氷はあるからな。よいしょ、氷さんよよ。あれ、あ、そうだ、これみんなに言ってほしい。聞いてみんな、あのね、冷蔵庫の電源が落ちてたの。冷蔵庫の電源が落ちててさ、今氷使おうと思ったら一つの氷になってた、使えなかった。ってことでこちら、まほちゃんが美味しいよって言ってくれたプルンプル梅酒ゼリーを飲みたいと思います。冷やして10回くらい強く振ってください。オッケー、振った。じゃあ開けるね。わーい、めっちゃ甘々。あ、おいしい。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 韓国で相変わらず応援しています。嬉しい、カムサハムニダ、チョンマルチョンマルキップタカムサハムニダ嬉しい、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、好き。プルンプルン梅酒ゼリー、あー美味しい、飲みやすい。じゃあ歌おうね。そう、これ誰かとデュエットしたいの。誰かみんな目の前でデュエットして一緒に。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きだよと好きだよが集っては溶けてく。
君との時間は1秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。願いかける恋音と雨空。これ誰かとデュエットしたい曲ナンバーワンかもしれない。男性パートが多いけどさ、好きだよね。これも夏って感じ。君と離れてから数日、目の土砂降りの雨の中、こんな日はきつい。届けに行った、いつもの待ち合わせの場所、いるはずのない面影待つ。傘もささず、ずぶ濡れな君はいた。かじかんだ手を温めることがもう一度できるなら、始まりの時まで戻りたい。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きじゃない好きだよが揺れる恋と雨空。君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。雨が止むまでこのままいさせて、信じた明日も君は過去と笑うの。流し去る力もなく、あの日ままで時間が止まる。雫が二つ君の方法を伝う、絶えず止まぬ雨のせいと恋をとは歌う。ラップ難しい。待ちゆく恋人が羨ましく思うことが増えた。いつからか恋人ことなんだろう。でも今はつかの間の幸せ、できることならこの間、ありふれた恋人たちになりたい。君がここで望んでること、僕がここで言いたいこと、今なら思いも重なるかな。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、横顔を見つめてる、それだけでも重い。だけど一握りの幸せも君がくれたものだから、本当はずっと抱きしめていたい。すれ違いも二人も一度やり直すための試練だって、すぐに言えるのならどんなにいいだろうか。好きという事実通り過ぎて、今ではもう愛してる。失った数日間でやっとした、本当はこのまま気持ち絡めたくて。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きだよと好きだよが募っては溶けてく。君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。願いかける恋と、とまーん。れなちゃんは一番最後で間違える傾向があります。超えてパオン。おいしい。だからそれがいい。嬉しい。
ルルトルルトトリトリダルララ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 ラ、ラララなにいいだろうか、好きという事実通り過ぎて今ではもう愛してる。ピッピッピッチュッチュッて美味しいね。
くいくいくいく。じゃあ一曲だけ TikTok でもやろう。みんな忘れた頃にやってくる TikTok。帰れない。ルル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 じゃあ行きまーす。あ、そうか、 TikTok は無音でやることになるんだ。まあ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 、無音で楽しんでって感じ。はい、じゃあ行きまーす。無音で楽しんでください。ショールームは、ショールームは音が聞こえます。えい、な力が湧いたらどうしよう。びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵でいいでしょう。きっと毎日が日曜日、学校の中に遊園地、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、猫に聞いてもそっと向くけど、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。せーの、大きな声でピカリピラだ、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん、うるさいね、なんて猫さんが大君か。お空に響けピカリピラら、飛んで走って回っちゃえ。テストで3点笑顔満点、ドキドキワクワクは年中無休。イエイ、アカペラ。TikTok はアカペラ。乾燥中です。ありがとう、マイクだ、マイク。キンキラキンキラリンリン、流れ星をつかめたらどうしよう。バッチリバッチリバンバン、願いが届くなうのにいいでしょ。噛んじゃった。きっと毎日が誕生日、歯医者さんはずっとお休み、痛い注射は柔らかいマシュマロにしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑うだけ。子犬に聞いても尻尾振るだけ。でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピカリピラら、ふざけて騒いで踊っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん、けなさいね、なんてね、雷起こした。お空に響けピカリピラら、じゃれて走って遊んじゃえ。ジュースで乾杯、おかよやばい、元気がてんこ盛り、ジャジャマキュー。大きな声でピカリピラら、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん、うるさいね、なんてね、母さんが大君か。お空に響けピカリピラら、飛んで走って回っちゃえ。テストで3点笑顔満点、ドキドキワクワクは年中無休。ずっとずっとね、年中無休。終わった。大変でしたね、こっちは。これだけの、ほんと、1、2分ぐらいな感じで、
やりました。はい、ということで相変わらずの TikTok はもう終わりなんだけど、またやる。今日はもうしないけど、いつかまたやる。だからフォローしてください。これからもいいねとコメントよろしくお願いします。ということで TikTok の皆さん、おやすみなさい。バイバイ。ショールームはまだします。あ、いっぱい来た、いっぱい来た、ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。ギフトありがとう。何分？ 5 分しかやってない5分しかやってないです。なちょっとしか。タラオです。フグタタオロタタウロです。タラオです。ピッなられ。はい、ということで TikTok はもうしない。はい、しまい。決めよう、何時に終わるか。あ、もう23時だから30分には終わろう。こぼれ落ちるその涙がいつでも、まあ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 、トゥー、これ歌えるかな。あ、からからからに弱ない。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生だら、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、 Goodbye。 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいや Goodbye。 それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。2番知らない誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。合ってる？もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で
叶った恋を抱きしめて好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても虚しいのさ。グッバイ繋いだ手の向こうにエンドライン。引き伸ばすたびにうずき出す未来には。何これ、ちょっと固まって、あもう何も歌詞が出てこない、歌えないです。あそりゃ苦しいよなって泣き出た苦しかったよ、歌詞が出てこないのあ、クマさんが増えてる、だーれだーれ、あたり読みます。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。とても綺麗だ。とても綺麗だ。おめさんはとても綺麗だ。もう綺麗だ。そりゃ苦しいよなって歌詞が出てこんながすごい苦しかったですけどね。そりゃ苦しいよな。みなさん、前歌ったり歌いたいんだよな。思い出すね。ちょっと私に時間ちょうだい。待って待って、暑い。
みまみまみまみ。あれ前出たのに、前出たから絶対あるの。待って待って、やだやだやだ。ラリさすま。あ、懐かしい。これじゃないけど懐かしいのが出た。懐かしいの出たからこれにする。ちょっと待ってね。いきます。知ってる人いるかな。エナも歌えるかな。レナもう歌えない。これリズム、これ全然歌えないんだけど。レナ聞いたことあるけど歌えない何も歌えないんだけど。知らない。あ、レナもう歌えない。これわかんない。あのプリティリズムっていう、あ、全然知らない。知ってるんだけど知らない。でもレナが歌いたかったのこれじゃないんだよな。ちょっと BGM 代わりに流させて。止めちゃった太っちゃくまさん、そろそろ失礼します。またよろしくです。おやすみなさい。そうだよ、みんな明日お仕事ある人とかそろそろ寝てね。レナもそろそろ終わるからね。これも歌えるかわかんないけど流しとく。あ、これは歌えそう。まるで夢のダンスだね。心が間違えた。思うままにセルフプロデュースで間違えちゃった一人一人違うけど、
あれあるのかな、あれな、ね、待ってね、なんで歌いたい曲毎回ないとか本当に嫌いだよ。曲が私はないですか。リナは好きなアニソンがない、入ってない。セラミザは、なんだよ、全然入ってないじゃん、何も歌えないじゃんこんなの。本当に何も入ってないんですけど、どういうことなんですかこちら。ね、何も出てこない、つらみざわなんですけど。歌いたい曲が歌えないってこんなにも辛いんですね。悲しいです、非常に悲しいです。いないやすいで、いないいないやすいです。悲しいです。こういう時はハレハレ愉快テテ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 テしたいと願いながら過ごしてたよ。叶えてくれたのは誰なの。時間の果てまでブーワープでループな、この想いは何もかもを巻き込んだ想像で遊ぼう。晴れ晴れた日のこと、アホ以上の愉快が限りなく降り注ぐ、不可能じゃないわ。明日また会うとき、笑いながらハーミング、嬉しさを集めよう。簡単なんだよこんなの、追いかけてね、捕まえてみて、大きな夢夢好きでしょ。いろいろ予想ができそうでできない未来、それでも一つだけわかるよ。キラキラ光って熱い雲の上を飾る星たちが希望をくれると、時間に乗ろうよビューチップで、クールな年頃だもん、寂しがっちゃ恥ずかしいよなんてね。言わせて手と手をつないだら、向かうとこ無敵でしょ。輝いた瞳には不可能がないの。上だけ見ていると涙も乾いちゃう。変わりたい恋
ドキドキするでしょ。ムーンバープでルーフなこの想いは何もかもを巻き込んだ想像で、あほぼぼんあるあるた日のこと、魔法糸の愉快が限りなく降り注ぐ不可能じゃないわ。明日また会うとき笑いながらハミング、嬉しさを集めよう。簡単なんだよこんなの、追いかけてね捕まえてみて、大きな夢夢好きでしょ。はい、もう疲れました。もう疲れたのでラスト歌って終わりたいと思います。最後終わります。最後終わって、あ、ぜひあのハレハレ愉快長谷川さんも踊ってみて上がっているので、長谷川れな、ハレハレ愉快で出てくると思います。ぜひ見てください。お願いします。何にしようかな。じゃあ懐かしい、もう懐かしいっていうの。でもこれ盛り上がるわけではない。盛り上がる歌全部歌った気がするな。何にしようかな、何にしようかな。皆さんアニソンがいいんだけどな。アニソンもう終わるの、でも終わるよ。タンタンタタンタンタララララ。あ、もうこれでいい、これでいい、これで終わる。俺はこれで終わるのだ。ラストの聞いてください。最後の曲はこの曲だよ。バン。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、きっと愛する人を大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願い、タッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチ。手を伸ばして受け取ってよ、ため息の花だけ束ねたブーケ。愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。みんな最後だよ、盛り上がってよね。レナ、泡だけじゃ満足しないぞ泡だけじゃ満足しないもん。あ、クマさん誰だったんだろう。クマさん誰、クマさん誰、クマさん誰。あー、ちょっと待って待って待って、あー、始まる後で、はい。あなたがくれた寂しさ全部映ってしまえばいいね。二人で肩を並べたけれど星屑ロンリネス、一人涙と笑顔を測ってみたら涙が少し重くて、ダメね横顔で泣いてみた。うーわね、心のあざ知りすぎてるあなたに思いは空回り。お願いタッチタッチ、ここにタッチ、切なくてタッチ。手を伸ばして受け取ってよ、ため息の花だけ束ねたブーケ。呼吸
吸を止めて1秒あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの星屑ロンリネス。誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。うまいうまいうまいってありがとう。オープンもありがとう。ミラーボールもありがとう。みんなありがとう。お星様もコメントもありがとう。チャッチャチャン、ありがとう。ということで、まずクマさんがどちら様なのかを探ります。クマさん誰？クマ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 さんがわからない。誰だろう誰だろう。コメントで見れなくなっちゃった。あー、はい、ということで皆さん今日も本日も長い時間、配信ご視聴いただきありがとうございました。YouTube もたくさんね、投稿さ、YouTube も動画たくさん上がっていますので、ぜひ長谷川れなど検索してたくさん動画見てくださったら嬉しいです。そして10月には、ガタフェスのアンバサダーとして新潟に凱旋できるってことも決定いたしましたし、いろいろ今後のお仕事についても SNS などで発信していきたいなと思いますので、リツイート、いいね、コメントたくさんしてくださったら嬉しいです。TikTok も、本当にライブ配信ちょこちょこやっていこうと思っていますので、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。インスタも毎日あげれるように頑張りたいと思います。言うだけ言っとく。というわけでランキング読んで終わりたいと思います。第13位、辛井さん。辛井さん、ありがとう。パンダさん、ありがとう。そしてゆかこさん、ゆかこさん、ずっと見てくれてありがとう。ワンちゃんによろしく。そして第11位が、タニャイさん。出た、タニャイさん、ありがとうございます。そして第10位が、ジラクさん。ジラクさん、イベントありがとうございました。そして第9位が、てつよん110さん、いつもありがとう。そして8位が、チェリムさん。なんか太陽がついてる。ありがとう。明日から梅雨明けなのかな。熱中症には気をつけましょう。そして第7位がジャックさん、アバター大好き、ありがとう。そして第6位がリンゴマンサチさん。リンゴマンサチさん、どこどこどこ、いたいたいた、ありがとう。そして第6位じゃないや、第5位が小林さん15、ありがとう小林さん。本当に本当に名前忘れちゃってごめんなさい。忘れたわけじゃないの、顔と全部覚えてたのに本当にごめんなさい。また来て。そして第4位がワーくんだって。わーくん、ありがとう。そして第3位がチルゾーさん。チルゾーさん、どこいた？ボーン、ありがとう。そして第6位がヤシキさん。ヤシキさん、なるちゃん元気ですよ。もうなるちゃん、もうほんとひどいの、なるちゃんったら。レナのポスターのところにね、乗っかってお昼寝してるの。レナのことを踏み台にしてるんだよ。ちょっと許せないよね。はい、ということで第1位がココローさん。ココローさん、いつも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 本当にありがとう。本当にありがとうございます。というわけで、ランキングね、上がってない皆さんも、ずっと見てくださった皆さんも、今日初めて来たよって方も、見てくださりありがとうございました。たくさんのコメント、お星様、ギフト、本当に本当に心の底から本当に嬉しい。本当に嬉しいです。ありがとうございます。というわけで、10月には電音部のライブもありますので、皆さん、私の SNS から目を離さぬようよろしくお願いいたします。本当、夏の甲子園の県予選も始まったということで、もう感動よ感動、大好き、ありがとう。ということで今日も皆さんがいい夢が見れますように。おやすみバイバーイ。どうやってやるんだっけ、これかな。はい、ありがとう。おやすみなさーい。大好きだよー。大丈夫切るね。はい、おやすみ、ありがとう。はい、バイバーイ。